はい、えー、こんにちは。えー、それではですね、えー、今日のマーケット振り返りからやっていきたいと思います。今日は結構調整をお深くしたかなと思うんですけども、えー、4414円、マイナス1.16%で引けております。474円安ですね。 まあ、よりかはですね、マイナス下からスタートしてるんですけども、そのままですね、なかなか上を狙うような動きっていうのが出づらくて、5話もですね、特に引けはグッとね、売られるような動きっていうのが出ていたのかなというふうに思います。やっぱり為替介入の警戒っていうところですね、まあ今更っていう感じもするんですけどね、まあ一応そういったところでですね、トピックスに関しても1.26%下げているというような形です。まあさすがに天井圏だったのでですね、まあ何か理由をつけて売りたいというような大口の意図っていうのはあったかなと思います。 それから、グロース250指数ですね。こちらが0.66%なので。 ま、日経トピックスに比べると下げは限定的ではあったかなとは思うんですけども、ま、総じて、相場としてはですね、非常に弱い形だったと思います。値上がりメリガラ数は30は結構久しぶりの少なさかなと思いますね。値下がりが192というような形で、ヒットマップは真っ赤っかというような形ですね。アドバンテストだけはちょっと青く光ってますけども、ま、それ以外結構厳しいという形です。日経平均のキー度の上位がアドバンテスト、日本取引所グループ、ニトリ、富士電機、エバラ製作所、日本製工所、 あまり見ないところが出てきてるかなという感じですね。まあ、ここにあまり見ないのが出てくるときっていうのは、だいたい日経はあまり調子が良くないときかなと思いますね。それから、キオ度の回で行きますと、東京エレック、ファーストリテリング、リクルート、新越、セコム、ファナック、テルモ T、KDI という風に続いております。 まあやっぱりね、半導体 AI のところがね、今まで結構牽引してたと思うんですけども、まあそ一相場をね、作って、えー、くれていた桜インターネットとか、あるいは隅石ホールディングス。まあこういったところもそうですし、AI 関連のところだとラボロとかね、えー、九段とかね、そういったところも結構あったと思うんですけども、まあ軒並み結構崩れていると。それから三井 &S なんかも、まあ今日はプラスで引けてますけれども、うん、やっぱりそろそろ厳しいかなというような感じで、 まあ2月ぐらいからですね、結構頑張ってきていた銘柄っていうのが、まあ軒並みですね、 えー、まあ、元気がないという状況になっていきますので、まあ、次ですね、資金がどこに向かうのかっていうのを、まあ、今日だけだとちょっと全然見極められないなという感じがしましたので、ま,あ、またですね、えー、ちょっと相場とかを見ていて気づきとかがあれば、えー、サロンの方とかですね、X の方で投稿をしていきたいなというふうに思っています。まあ、とりあえず間違いないのは、まあ、今週ですね、3月の配当取りっていうのがね、あります。27日ですね、あさってに、ま、買ってですね、持ち越すと、権利が発生するというような形になりますので、まあ そこのところはですね、間違いないようにしていただければと思います。で、今日上げてる銘柄で言っても、結構ホワイト銘柄がですね、最後の最後ということで買われているような動きとかもね、一応見られたかなと思いますので、まあそういったところの上げを狙っていく、もしくはですね、28日の配当地のところで、まあ下を拾うようなリバドリっていうところですね。まあそういったところには今から備えて、まあどういった銘柄がですね、え動きを誘うかっていうところはですね、ピックアップしといてもいいのかなというふうに思っております。 はい。で、業種別で見ていきますと、ーまあ、陸運とかその他金融、石油、石炭のところはプラスになってますね。マイナスのところで行きますと、生命的不動産、サービス業、業銀行。まあ、結構上げてきたところが下げているかなというような感じがありますので、ちょっとこの辺のところは行ってこいなところもありますね。はい。 ということで、今日はですね、商船三井ですね。これもちょっと久しぶりなんですけれども、まあ、後輩と銘柄の一角ということで、3月28日に権利落ち90円というふうになっております。はい。で、えー、まあ、海運三社の中だと、一番ですね、今、まあ、全部下げてはいるんですけども、この判定の動きがありそうなのが商船三井かなということで、ちょっと今日取り上げてみたいかなと思います。 月足で見ていきますと、非常に綺麗な上昇トレンドっていうのは描いていて、まあ、この辺のところでは2022年以降で言っても、1.2.3点としっかりとついた上で、綺、ま、麗、あ、なトレンドなので、まあ、下から持っている場合はですね、このトレンドラインを下に抜けるまでは、まあ、引き続きですね、持ち続けてもいいのかなというふうには思っていたりします。 そして横軸で行きますと、まずここですね。3800円のライン。これがかなり月足ベースでも意識をされている。そして次の今近いところのラインで行きますと、4650円ですね。このラインが2023年9月のおこの不合髭の天井のところですね。が意識されているのと、今月もですね、今日安いところですね。しっかりと今反発をしているような動きを見せているこの4650円。それからあ今後ですね、目標値となりそうなのが5550円ぐらいのところですね。 この黄色いラインですね。それから、まあその上でいくと6,330円なんですけども、それは何かというとですね、ここをですね、2008年まで遡るんですけれども、はい、ここでですね、一回右肩を作った値ですね。この付け足ベースで、えー、意識をされているこのライン、5,550円ですね。 それから、1234、5ヶ月連続でですね、えー、意識をされているようなこの6330。まあ、このようなところがですね、将来的には高値の目処と目標値という感じになるかなというふうには思っています。まあ、そういう意味では今の調整、まあ、2ヶ月連続でですね、えー、陰線となっていますけれども、まあ、非常にちょっと過熱感があったね、この2ヶ月の上げっていうところをしっかりと今冷ますような形で調整をしているということにはなるかなと思います。 まあ、今月ですね、今年の今期ですね、業績も進捗もまあ悪くない数字になっていますので、えー、まあ、川崎汽船とかですね、日本郵船と比べると、少し軍配は小泉水井の方に上がるのかなというような感じ。まあ、ビビたるものではあると思うんですけどね、増配もしているしっていうところで、えー、まあ、買いたいなと、長期で持ちたいなっていう投資家さんも結構多いんじゃないかなという銘柄です。 さて、週足で見ていきますと、はい。さっきも言ったように、この4 6 0円というのが意識されていて、今のところですね、今日は月曜日なんで、この足だけですけれども、過去2週連続でですね、下髭で巻き返しているのがこの4,650円ラインですね。ここの今、サポート固めっていうのをしている段階になりますので、ここのところがですね、しっかりと保てるのであれば、もう一個上のところですね、これが、えーまあ、5,000円の5,100円あたりですけども、これのところに出来た方ま までの上昇っていうところはいったんですね。えー、見込むことができるのかなというふうに見ております。それから冷やし、はい、冷やしで見ていきますと、まずところ上昇トレンドがあったわけなんですけども、まあ一旦横横ですね、この挟んでから今先、ね、一段調整のフェーズには来ているんですね。ただこの調整の中にですね、そこまで出来高を減らしていない。 これは結構高材料かなというふうには思っています。そういう意味で言うと、まあ、この下がる過程の中でもしっかりと安ければ買いたいなという投資家が、え、途切れてはいないというような形でいきますと、この4650で、え、反転という形になる可能性は十分にあるかなというふうには思います。でもしここをですね、え、守ることができないとなると、だらだらと下げながらですね、これ4200円ラインまでの下げっていうところは一応ですね、下のところはまだまだ警戒はしておく必要があるかなと思います。まだまだこれね、形的には、一応サポート 確認はしている感じはするんですけども反転というところまでは至っていないのでまあ、そこのところはですね、えー、下も一応意識をしつつ上を見るというような感じで行くのがいいかなと思いますで一つ注意しておかないといけないのが機関投資家のですね動向かなというふうに思いますで結構改ざんがですねここも多いんですよね642万、えー、ありまして で、えー、まあ今日の出来高で言うと600万ぐらいなので、まあギリギリなんですけど、ちょっと重たいなと、解散が多いなというような感じです。なので、えー、この出来高っていうところにも注目をしつつですね、えー、引き続き600万株以上の出来高っていうのがしっかりと以上されるっていうことがまず第一条件かなと思っています。それからこの期間投資家、空売りのね、期間投資家の動きですね。で、ずっと見ていきますと、ここはですね、3月14日の木曜日で、えー、この空売りっていうところが最後になっていて、15日にはですね、買い戻し、 結構大,大きなね、買い戻しですよね。これ410万株ですけども、えー、大きな買い戻しが見られますよと。で、その後に関しては今のところですね、新規の空売りっていうのは見られていないってことですね。で、この3月14日、ちょっとチャートでですね、確認をしていきますと、はい、ちょっと大きくしますが、3月14日、この日ですね。 この要線ですね。この要線で、まあ一応、えー、空売りっていうところはですね、あの、最後になっているってことなので、要はそれの起点っていうのが、やっぱ下げ止まったところなんですよね。下げ止まったところっていうのが、えー、ちょうど3月14日になっていて、その次の日、その次の日ってことで買い戻しとかもね、行われているのかなというふうには思うわけですね。まあそういう意味で言うと、やっぱりこう期間の下げっていうところもあったかなと思うので、まあ今後ですね、えー、見ていくにあたって、ここの期間の空売りの動向、今後ですね、どういうふうな動きになってくるのか、 また空売りを入れてくるのか、それとも買い戻しを進めるのか、っていうところをですね、えー、見ながら、ポジョンをですね、入れていくとより精度も上がってくるのかなというふうに思います。まあ、どちらにしても配当をね、まあ、取るのか落ちるのかっていう問題もあるかなと思いますので、えー、ま、できればですね、配当落ちた段階でこの4,650円を守ってくれると嬉しいなというふうには思ったりしますので、4,800円ぐらいですかね。 ま、そのぐらいまで、え、上昇した状況で、え、二十七日をですね、引きを迎えてくれるんであれば、ま、このところはですね、なんとか守れるのかなというふうには思ったりはしています。はい。ということで、え、ま、今後ですね、この回運のところ、ま、配当狙いでっていう感じで持つ方もいらっしゃると思いますので、え、ま、参考にしていただければと思います。それでは、今日もですね、参考になったと思っていただけたら、高評価ボタン、それからチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。